それでは回答の方参りましょう。はい、実は実は、実はこの問題はですね、先ほどからやっているこの S プラス特別分な動詞プラス O プラス原形不定詞、これの流れだったんですね。さっきまで刺激動詞をやっていました。実は知覚動詞というのがあるんですよ。これですね、前にも書きましたが、知覚動詞って何かというと、見るとか聞くとか感じるとか、こういう意味の動詞のことですね。こういう場合はここが原形不定詞になるということができるかどうかという問題だったんですね。はい、いいでしょうか。はい、ちょっと見てみましょう。はい、そう、そうの意味は見るですね。なんとかを見る。私は見たですね、過去形ですから。はい、で横切るですから、これは見事に知覚動詞なので、こっちはついてはいけないということで、こっちが正解。 I saw the cat cross the street。 私はその猫ちゃんがその通りを横切るのを見たと、こうなります。いいでしょうか。はい、この選択肢だったらこっちを選ぶというふうに考えてください。いいですか。原形不定詞ですね。はい、では2番。 I felt the earth to tremble ですけれども、to があるけれども、フェルト考えてみましょう。フェルト、フィールの過去形ですね。感じるという言葉ですから、あ、これも知覚動詞だなということですね。はい、ということでここは to があってはダメ、こっちが正解。私は大地が揺れ、まあ意味上揺れただよね、揺れるのを感じたでもいいか、ね、揺れるのを感じた、揺れたのを感じた、うん、まあ揺れたのを感じたでしょうね、意味上ね。はい、いいでしょうか。はい、こうなります。さて問題は3番目でして、 He helped me to carry it ですけども、はい、実はこの特別な動詞の3つ目は help だったんですね。あ、これも原形不定詞だそうです。なので He helped me to carry it じゃなくて、carry でちょっと取ってみましょうか。 He helped me、彼は私がそれを運ぶのを手伝ってくれたと。ヘルプですからね。はい、でこっちが正解なんですけれども、じゃあこっちが間違いかというと、実は×つけられないんですね。これは実はこっちも正解なんですよ。ちょっと騙した問題で申し訳ないんですけども、ヘルプは両方 OK だと受験英語では習います。はい、ですので両方覚えてくださいね。to carry でも OK だし、 carry でも OK というふうに覚えておけば、受験英語では間違いありませんので、このような形でね、はい、しっかり覚えてください。知覚動詞の時はダメですよ。to が入っちゃいけません。こちらという形になります。よろしいでしょうか。はい、それでは来週までの宿題クイズを出します。はい、ずっとやっております S プラス特別な動詞プラス O プラス原形不定詞の勉強の続き。はい、I made you go there.アメイド、アメイク、アメイクは刺激動詞でした。はい、私はあなたをゴーゼア、アメイドだから、メイクは無理やり行かせるでしたね。無理やりあなたをそこに行かせたという文章ですけれども、はい、これをですね、書き換えてくださいという問題ですね。もっとはっきり言ってしまうと、受動態にしてくださいという問題なんですね。はい、you を主語にして受動態にしてください。まあ、メイド、これで、ね、他動詞ですからね、ここしかないんですけども、はい、目的語しかね、受動態できませんから、you を主語にするんですけども。はい、これを作ってくださいというのが後半までの宿題クイズにします。よろしいでしょうか。はい、今からメッセンジャーやってる方は、ご回答にお願いします。はい、ちょっともうちょっとヒントあげるかな。メイドですから、まあこれね、B 動詞プラス、過去分詞ですね、受動態はね、だからここは最初は過去形だからワーズか、ワーズと、メイドの過去分詞形はメイド、いやメイク、メイド、メイドですから、ここはメイドと、はい、ここまではできますね。はい、ではこの続きを、ご記入をお願いいたします。はい、それではまた来週お待ちします。